本日の1試合目、ゲームベストプレーヤーブリュンニヒルで羽賀選手、1ゴール1アシストおめでとうございます。ありがとうございます。最後の同点弾1分前でした。僕の出番がついに来たなっていう感じですね。はい、ありがとうございます。やっと出番来たんですね。そうですね、失点重ねないと僕のゴール認められないので、はい、どんどん失点してほしいなってずっと思ってました。ありがとうございます。そうだよね、 A ランクだからね、リードしてると点数奪えないビアリーグルールです。はい、いや、まあ、それがちょっと楽しい意味で、パスでどれだけ貢献できるかっていうのをまず考えて、プレーしてたので、まあ、最後ゴール決めれて同点に追いつけてよかったと思います。ずっと日本のトップでやってきた羽賀選手、どうですビアリーグ。めちゃめちゃ楽しいですね。やっぱみんなで楽しくやるのが一番だと思うので、まあ、これからも楽しんでホッケーやりたいと思います。ありがとうございました。いや、後半戦も頑張ってくださいね。ありがとうございます。僕に期待してください。本日の1試合目、ゲームベストプレーヤーブリュンヒルデ羽賀選手でした。